ウルトラマンは原作、清水英一、作画、加工と智博による日本の漫画。月刊、ヒーローズにて2011年12月号から2020年12月号まで連載され、後はウェブコミック配信サイト、コミプレにて続きを配信中。単行本の累計発行部数は2019年6月時点で300万部を突破している。2019年に、 フル 3DCG アニメ化され、ネットフリックスにて配信された。つぶらやプロダクション制作の特撮テレビドラマ、ウルトラマンから数十年後を舞台とする作品で、ウルトラセブン以降のウルトラシリーズとは異なる世界で、ストーリーが展開される。最大の特徴は、本作品に登場するウルトラマンは巨大な、宇宙人ではなく強化スーツを装着した、等身大の選手という設定である。 また怪獣は数十年間出現しておらず、主な敵対者は宇宙人となっている。単行本巻末のおまけページによれば、もともとは初代ウルトラマンとはストーリー上のつながりのない、等身大でスーツを着て戦う、という全く別のウルトラ作品として描かれる予定だったものが編集部からの要望で方針転換して今の形になったという。 光の巨人ウルトラマンが地球を去ってから40年後の世界。かつて科学特捜隊に所属していた、早田進は、一人息子の早田慎次郎が生まれながらに、特殊な力を秘めていることに苦悩していた。そんな折、早田は、家督隊の同僚だった井出から、謎の異星人の存在を知らされたことでウルトラマンと、同化して過去を思い出し、自分と息子に、 ウルトラマンの因子が受け継がれていることを知る。それから12年後、17歳となった新次郎は、謎の敵ベムラーに突然襲われたところを早田に助けられ、父がウルトラマンだった過去を知る。老齢ゆえに追い詰められた早田の危機に際し、新次郎は井出から与えられたウルトラマンスーツをまとい、辛くもベムラーを撤退させる。戦闘後、 新次郎は地球に異星人が流れ込んできている現状を知り、早田に代わる新たなウルトラマンになることを要請される。各して新次郎は高校生として生活する裏で地球側の抑止力としての活動を始める。担当声優はモーションコミック版、ウェブアニメ版の順に表記。一人しか記載がない場合はモーションコミック版のものとする。縁の項は ウェブアニメ版におけるモーションアクター。身長、体重、年齢は漫画公式サイトより。ウルトラマンスーツ本作でウルトラマンと呼ばれる人物たちが装着するパワードスーツ。外観やカラーリングはウルトラマンを模している。家得体制のものとヤプール製のもののに系統がある。物語の進行につれて装着者に対応した複数のバリエーションが登場する。 劇中ではカタカナで表記されるがアニメ版やフィギュア等の商品ラインナップでは英語表記される場合もある。その他の技術シフト1による制作で2014年3月5日より第1巻の内容が2014年11月25日より第2巻の内容が順次配信され以降も新作が作られた。2017年12月1日に フル 3DCG アニメーションの制作が発表され、2019年4月1日より、ネットフリックスにて、シーズン1前13話が、全世界独占配信された。後に、シーズン1は2020年4月から7月にかけて、東京 MX と BS11 にて、テレビ放送された。監督を務める新山にとっては、モーションキャプチャーを初めて用いる作品となり、モーションアクターには、 小川照明、山崎勝之、笠原新志ら過去に特撮作品で変身ヒーローを演じた経験のある俳優らが起用されている。原作に準拠した物語ではあるが、バトルシークエンスやスーツの装着プロセスなど、アニメ独自のオリジナル要素がある。ネットフリックスが発表した What's Hot 2019では、2019年の配信作品中でアニメ部門1位。 総合部門6位にランクイン。また、神山と荒巻は本作で第47回アニー賞の監督賞にノミネートされた。シーズンにはアヌシー国際アニメーション映画祭2019にて制作が発表され、2022年春より配信予定。本シーズンより登場する東ズ太郎役には当初鈴木達夫が起用され、 2020年公開の特報でも鈴木が声を当てた場面も公開されていたが、2021年8月に鈴木が芸能活動を休止したことに伴い交番となった。ウルトラマンスーツアナザーユニバースのタイトルで月刊ホビージャパン2019年12月号より掲載。執筆は長谷川圭一。物語は本編と同じ世界観を舞台としており、 厳密にはもう一つの宇宙アナザーユニバースのあり得たかもしれない物語を描いているオリジナルの要素としてウルトラマンティガをモチーフとしたウルトラマンスーツティガウルトラマンゼロをモチーフとしたウルトラマンスーツゼロなどのオリジナルスーツが登場するスマホアプリゲームウルトラマン BE ウルトラが2020年5月1日より配信されているジャンルはアクション RPG 作中には、漫画、フォトストーリーに登場したウルトラマンスーツのみならず、原作者の清水などが手掛けた、ゲームオリジナルのスーツが多数登場する。ありがとうございます。